すかした奴かと思いきや、熱い心も持ってるみたいだな。テリーの先生か、会えて嬉しいよ。手加減もいいけどさ、それで負けてちゃ世話ないぜ、テリー。北斗丸によろしく言っといてくれよ、アンディさん。そんなざまで、あの二人とやっていけるのかい今お前が感じているその痛みの何万倍、母さんは苦しんだんだ奴についていく意味がわからねえぜ。息子に尊敬される父親なんだろ もっと頑張りなよ <laughs> やりづらかったけどなんとかなったかそのまっすぐな拳やっぱり極限流はそうなんだな極限流にもいろいろあるもんなんだなあのさその格好を割とマジでやめてくれないか気が散るんだだ大丈夫かテリーの動きまで真似てくるもんだからつい熱くなっちまった歴史を自慢すればするほど 負けたあんたが情けなくなるだけだぜおいおい戦っている相手は俺だろうどっかの誰かに気を取られすぎなんじゃないのかそういやあんたに似た技を使うやつに会ったことがあるな悪のカリスマそうかあんたも叩き潰さなきゃならないやつのようだな正義のヒーローはどうしたんだよ子供達が泣いてるぜ忍者って結構どこにでもいるもんなんだなあ 大丈夫かいやっぱ女の子と戦うのは慣れないな栄光はいつまでも続かないぜ悪党がいつまでものさばっていられるとでも思っていたのかあんたのそれそういうのが好きな奴にこそ使うものなんじゃないのさすがにボクサーのパンチは痛すぎるなぜだ暗黒の血が騒ぎ上がる <laughs>